自衛隊が派遣した航空機3機は大げさだと批判する人でなし正常不安が続くアフガニスタンに残っていた日本人の女性1人が自衛隊機でパキスタンに退避しました女性は27日にカブールの空港に到着し日本時間の夜自衛隊の輸送機でパキスタンのイスラマバードに移送されました 外務省の関係者によりますと依然として退避を希望するアフガニスタン人の現地スタッフら500人程度が残されていて空港に到着できる見通しも立っていないということです政府は今回の移送に合わせて現地に派遣されていた外務省職員や自衛隊員もパキスタンに退避さ日本共産党の小池晃書記局長は23日国会内で記者会見し 政府が従来の方針を転換してアフガニスタンに自衛隊の C130 輸送機2機、他輸送機計3機の派遣決定について批判した輸送対象は国際機関で働く日本人若干メイト日本大使館国際協力機構 JICA、JA、のアフガン人スタッフ数10人と報道されていることに言及それに対して なぜ自衛隊機3機という規模の派遣が必要なのか、何人運ぶのか、また、米国が自衛隊機の派遣を要請したのか、日本関係者以外の輸送も考えているのか、政府は具体的に説明する責任があると強調した。 小池氏は今回の事態は2001年のニューヨークセプテンバーイレブンテロに対する報復戦争の破綻を証明したと指摘。日本は報復戦争に自衛隊を派遣して加担したとして、日本政府はこの誤りを認めて、米国追随の海外派兵路線を根本から改めるべきと述べた。政府批判に躍起となる国内メディアの一部はこれに乗って、 アフガンに残っていた邦人は6名でありながら、自衛隊の派遣した3機の航空機は大げさではなかったかなどと、政府の説明を求める向きがある。政府関係者は入念な想定をして派遣したのだ。自衛隊、自衛官の現地活動の報道ぐらいできないのか。日本国に協力したアフガニスタンの人々を救出する目的もあったかもしれない。 変にうがった報道より、公平に真実を報道すべきだと思う。遅れて、政府からも政府関係者が政府専用機にてアフガンに向かったのはそれなりの理由があるからだとなぜ考えようとしない。現地で命がけで奮闘する日本人、自衛隊、自衛官を励ましてこそ真のリベラル志向だぞ。G7 の声明では、 今後のいかなる政府にもテロとの決別、人権尊重と、法の支配を求める原則を示し、政権の正し統制はその行動にかかっている、とした。忘れてならないのは日本も民主主義を守るために、対テロ戦争に参加した当事国であることだ。アフガン復興と人道問題に責任を大国として役割を果たす責務がある。 政府批判とは別のことだ。お聞きいただき感謝申し上げます。